陽気な客、山本周五郎、一、中井天聖が死んだのを知ってるかい。知らないって、あののんべの中井天聖だぜ、君が知らないはずはないんだがな。七日七夜酒を飲まず、アポロンの奏でることを聞かず、肉を食らわずニ無符を抱かぬ。天聖よお前の顔は、落ちぶれたバッカスのようだ。この葉歌を作ったのは君じゃなかったかね。 俺はそうとばかり思ってたがね。なんだ、今度はかす鳥か、ビールは一本きりか。知恵、割と君も大したことはないんだな、週頃を。君なんぞ景気がいいと思ってたんだが。平均して月にどのくらいになるかね、五千円くらいかね。ふうん、いや、そうだろうな、そのくらいのもんだろうな。うん、いいよ飲むよ。ところでよっちまわないうちに話すんだが、 18枚馬鹿しの短い小説の種はないかね。ライトモチーブの娯楽性のある筋が欲しいんだ。ある雑誌から頼まれたんだが、娯楽性のある小説なんて俺には書けやしない。俺はそんなものを書くために苦労してきやしないんだ。けれどもその雑誌社にはちょいと下切りみたいなものがあって、そこにはまたわけもあるんだが。実はそれに金も多少はいるにはいるのさ。 と言ってみたところで些細なものなんでね、そのために俺が娯楽者を持って回る理由はない。君とはそこは立場が違うんだ。俺としてはそこまでは品性を下げたくはないんだ。運、うん、注いでくれ。どうやら少しばかり人間らしくなってきたね、久しぶりだもんだから胃袋のやつびっくりしてるんだろう。それほどにはしけてるというわけもないんだがね。 このところ腎臓が悪いような具合だったのさ。女房の奴が再来月また子を産むし、先月は先月で一番上の娘が入院しちゃってね、そんなご体操なものでもなかったんだが。俺たち自由主義時代に育った人間は子供に甘くってダメだ。君、病院なんて言ってもこの説は君どうして馬鹿にはならない。本当に知らないかねなかい転生を。 そうかなそんなはずはないと思うんだがな。本当に知らないとすれば君は不幸だ。中井天生俺は涙が出てくる。幼いさんが土曜劇場。だったか自由劇場だったか、いや土曜劇場だったな。確か、あれをやっていた当時のことを知ってるだろう。それと対抗して人間劇場というのを主催していたのが中井天生さ。詩も書いたらしい、が、 シング風の一幕のではかなりな評判を取っていた。一体誰が馬鹿だ、という一幕のなんぞ俺は今でも忘れることができない。上演した時は劇団が悪かったもんで、ある批評家から。偽作者である、なんという下劣なことを書か,かれ、酔っ払ってそいつの家を仕掛けていったこともある。あの頃はみんな純粋だった、金もない品もないが、 みんな頭には月桂樹の冠を被っていたからね。君なんぞとは違うんだ、君なんぞは。のめしゅうごろをくよくよするな。俺の頭には学問はない、が、詩がなじっている。天聖はよくこう言っていた、右手の指で額をコツコツ叩きながら、こんな風に目をすぼめてさ。詩がなじってる。そしてどこかへめり込んでしまった。うん、消えちまったのさね。 歌のいっぱいなじった頭を持ってさ。世間には生きてるうちはワイワイ騒がれて、死ぬと途端に忘れられちまう人間がある。また生きてるうちは目立たないで死ぬと急に偉くなるやつもあるさ。彼はそのどっちでもないがね、ということはつまり彼は中井天聖だったわけさ。だが俺はその頃はまだ彼を直接には知らなかった。彼の擬曲を読んだり、 彼に対する批評やゴシップを見たりした程度らしい。そうして彼の名がジャーナリズムから消えるのと一緒に、俺もすっかり忘れてしまった。そうだ、すっかりだ、きれいに忘れてしまったものさ。くだらねえ、なんだ。アポロンのこと、ニムフの柔肌、肉と酒と踊りだ、ギリシア人が幸福だったのは知的漆黒から自由だったからさ。いいよ余計なことを言うな。 まだ酔いはしない、俺を酔わしてくれるようなものはこの世にはない。冗談じゃねえ、俺は泣こう見えても。俺たちはみんな管理委員へはいるよりも養老院で死ぬことを誇りとしたもんだ。お前なんぞは俗物だ、なっちゃいねえぞ、まあ飲め、少しばかり愉快になってきた。じ、俺があの時東京を逃げ出したわけは言いたくないね。 理由を言えばそこには色い々ろいろ複雑なこともあるが、恋愛問題などと言っても単純に説明はつかない。逃げ出したとも言えるし、放逐されたと言えば言えなくもないんだ。それで妻の大村さんの家へ転げ込んで、ちょうど大村さんはオレゴンの支店長になってアメリカへ行っていた留守のところさ。それだもんだから俺は留守番のようでもあり、また夫人の護衛役のような立場でもあれば荒れたんだが、 俺としてもそこまで品性を下げたくはなかった。とにかくそこはお互いになんでございますもの、気楽にして遊んでらっしゃいませな。夫人もこう言ってくれたんだ。私もこんな性分なんでございますから、そこはまた何かとあれでございますし、本当に自由なお気持ちで文学の方面のことなどなさいませよ。鼻にかかったような声で、 片方の手で後ろ髪のところを触りながらこう言ってくれたもんなんだが、俺としては気楽な気持ちなんていうわけのものじゃなかった、文学の方面なんぞというようなそんな問題じゃないんだ。それで神戸やわしゃという怪しげな雑誌社へ入った。怪しげというか、いかがわしいというか、どっちかといえばやけくそ見たような雑誌であり、雑誌社であったものさ。 その社は元町通りと栄町の電車通りとをつなぐ狭い横丁の喫茶店の2階にあった。もちろん古い木造の日本建築で、表に面した六畳二間をぶっ通して、古畳の上に机と椅子を並べたのが編集室なんだった。窓は関西地方によくある縦茂格子がはまっていたし、日差しは深く垂れているし、横丁を隔てた向かうも同じような2階屋で、 できるだけ日光や通風を妨害するような仕掛けになっているから、暗いのとジメジメする点では苦情を言うところはなかった。9月の20日あたり入社したんだろう、社長は割り方俺の立場というものに同情を感じたらしかった。彼は五尺ある悲し感の高男で、焦げ茶色にもなり青黒くもなる顔色の、骨ばかりのように痩せた、そして鼻の下にちょびひげを立てたという風体なんだ。 少しばかりは出っ歯だったかもしれない。いつもちょこまかと出たり入ったりしては、甘ったるいような声でよほど社長めいた口を聞いた。せやよってに今月はもうなんやよってに月給は10月はからきちっとあげますさ。こう言って彼はちょびひげをなで、そうしてちょびひげをなでながら俺を連れて行って、机に向かって何か書いている三人の男に紹介してくれたんだ。 こちらが編集局長の田口四郎藩、こっちゃが主筆の中井五郎藩、これが総務の福地六郎藩というわけさ。俺は五郎藩の部に所属して、随時に編集局と総務部の応援をするという割り当てだったんだが、詳しいことは今言いたくない。田口四郎氏は、俺はあえて今でも死と呼ぶことを恥じない。美しい口ひげの、主長で色の白い美男子であった。 物を言うときに唇がちょっとばかり歪まるんだが、静かなおっとりした調子で話すのが、いかにもお人柄で、そんな風な雑誌社にいる人間とは見えない。身を言えば、と言っても俺も聞いたことなんだが、詩は前に名古屋新聞のどの部下で部長をしたこともあり、その時も実際の席は神戸何がし日報の某部長だったそうだ。何かしらちょびひげ社長と引っか,かかりがあって、 そんな編集部へもなお貸していたもんなんだろう。死は三日に一度ぐらい来て、二時間馬かしいて帰って行かれた。では中井さんを頼みします。おっとりとこう言って、片方の手にてカバンと細身の塔のステッキを持ち片方の手に黒いベルベットの帽子を持って帰って行かれるんだが、その歩きつきがまた一足一足ゆっくりとかみしめるような具合で、何とも言えず優雅な意味深長なものなんだ。 俺もいつか一度はあんな具合に歩いてみたい。福地総務は何者でもなかった。ちょっと表へ出ればそこらで嫌になるほど見られる人間の一人さ。彼はあらゆる雑用を引き受けて、それをみんな俺に引き渡して、自分はいつも机の上へ突っ伏して眠っていた。机の上に鼻息だかよだれだか知れない水たまりができるくらい熟睡するんだ。が、 彼が社長のスパイだったということは後で分かったさ。さて中井五郎なんだが、これには驚いた。初めて社長に紹介された時、彼はねじり鉢巻きをして椅子の上にあぐらをかいて、その椅子の右側に一生瓶を置いて、そいつを湯飲み茶碗に注いで、ぐいぐい飲みながら原稿を書いていた。実に何と言ったらいいか、 要するにそんな風に編集書にはぴったりしすぎて帰って不自然なくらい傍若無人な様子だった。ふん、君も東京の宇宙土か、ふん。その時彼はこう言ってにやっと笑った。いい顔なんだ、実にいい顔なんだ。近頃の里見トンの顔をもう少しばかりしけさせて苦痛と大敗の薬味を加えればいいかもしれない。彫りの深い、目のぎろりとした、 とにかくただ物でない顔なんだ。君も東京の落ち湯とか、ふんこう言ってにやっと笑ったんだったが、その時のギロッとした目と真っ白な鳩を俺は忘れることができない。二、俺は妻の家から毎日その車へ通勤したさ。お前なんぞは信じないだろうが、俺とすればそういう場合には正金なんだ。八時半には毎朝きちんと出社した。 こういうことは文学精神とは根本的に違うんだ。またたびと飾り文字を書いた喫茶店の両開きの扉を開けてはいる。高子や椅子の並んでいるデコボコの土間を突き当たるとそこに広い階段がある。俺は靴を下駄箱へ入れてその階段を登ったり降りたりしたわけなんだが、階段を上がった廊下の左側、つまり表に面した側に編集室があり、 それと対して廊下の右側が社長室になっていた。十畳くらいの日本館で、昼間のうちは彼はそこで社長事務をとり、対外は留守であるが、夜はそこを寝室に使っていた。夫婦の今は開花の奥にあって、サイ君はそっちに寝る習慣であるらしい。社長はそれがお互いを尊重する文化的な寝法であり、 同時に検体の生ずるのを防ぐ合理的な手段だという風うに自慢していたもんだった。それは一面では真理であるらしい、その後どこかで俺もそんな記事を読んだことがあるようにも思うんだが、しかしそれはそれとして、サイ君はその方法について全面的には賛成ではなかったようだった。話はやっぱりその点に触れておかなければならないんだが、つまり社長とサイ君の関係なんだけれども、 サイ君というのは40万23になる大女で、容積と重量では荒まし社長の倍くらいはあった。額の抜け上がった、尖った頬骨の、口の大きな、目のギラギラした、なんともいやらしい狐のような顔で、人間の貪欲と無知と告白を一つに集約したようないやらしいヒステリー女だった。彼女は元割とすれば中くらいの下流界にいたということだ。 分曹か早朝あたりの未亡人でもあるらしい。五六年かあるいはもうちょっと前に現在の喫茶店を開業し、そこにはそこにあるような女給を置いてけたたましく儲けたもんだという。まあかなりな貯金ができたわけなんだが、そこへちょびひげ社長が現れた。俺とすればこんな下劣な話はしたくない。が、 ちょびひげ社長はそのちょびひげと各種の秘密文書とを巧みに活用し、ついに貪欲と無知と告白の塊であるそのヒステリー女を牢絡したわけさ。あなたのような類のない婦人が、こんな低級な営業をしていらっしゃるのは自分としては心外に耐えない、実にそれは貴女ご自身にとっても一般社会にとっても軽くない損失であります。こんなことも言ったもんだろう。 一つ自分と協力して文化的であり、高級的であり、しかもボロい事業であるところの雑誌社を経営なすってはどうでありますかそうなれば資業経営についての見場の労は言うまでもなく、自分はこの肉体も精神も上げて基助のために忠誠を尽くすでありましょう。こういうようなことも言ったんだろう。いや確かに言ったらしい証拠には。ああ、いやらしい。 俺はヘドを尽きたい味たような気持ちになってきた。おいぐっと注いでくれ。前にも言ったように、俺は8時半には社へ出る。それからたった一人で、薄暗いジメジメした編集室の足のガタガタする椅子にかけ、これもガタガタ揺れる机に向かうわけなんだが、その時の裏寂れた頼りない気持ちときたら、何ともかとも。だが今ここでは何とも言いようがない。 また時にはそこに中井主筆のいることもあった。主筆は酔いつぶれて自分の家へ帰れなくなるんだ。そこですっかり擦り切れたような毛布にくるまってごろ寝をしているんだが、それだって俺の気持ちの救いになる道理はないさ。とにかく中井主筆がそこに潰れていようといなかろうと、俺はしばらくはガタガタの椅子にかけてしぼんだような顔をしているんだろう。すると、 社長室から妙な声が聞こえることがある。その時によっていろいろな声なんだ。一定しているようでありながら一定していないんだ。ある時は明らかに女性の声でイアンという風なものが聞こえたが、それは間違いなしに鼻の中で発音された声であった。君試しに舌を動かさないで鼻の中だけで言ってみろ。イアン、ごく短く。イアン、と言うんだ。 そうかと思うとききっきと言う見たような声だの、またその他の。つまり各種の、社長室から何の声も聞こえないし物音もしない時がある。すると決まってあのいやらしいサイが編集室へやってくるんだ。青いというか白いというか、灰色じみてこわばった引きつったような顔で、血走った目をギラギラ光らせてバラバラな乱れ髪でさ。 寝巻きの裾をだらしなく引きずって、そうして俺のところへ来て噛みつきそうな調子で聞くんだ。あんたうちの社長知ってやないか。上と下の歯がむき出しになって、そいつがガチガチとなるんだ。白くなってカサカサに乾いた唇がまくれ上がってるんだ。俺とすればそれほど気が弱い方ではないつもりなんだが、それにしても23度は椿を飲み込まないとすぐには返事ができなかった。 言ってみれば社長はその時すでに他に女があったものさ。寝室を別にしたのも文化的であり同時に検体からお互いを防衛する手段である以上に、サ君の目を逃れてその女のところへ泊まりに行く目的も多分に含まれていたらしい。そこで俺の立場として実に当惑するようなことが始まった。というのが、ある朝のことなんだが、 そして社長室で例の理解し難い音声の聞こえた後のことなんだが。そうだ、薄い絹か何ぞをキュッと引き裂くような声が3度ばかり聞こえて、それから十分馬鹿したった頃なんだったろう。突然その部屋でサイの叫び声が起こった。嫌なら出て行きなさい。出て行きなさい。さあ出て行きなさい。こういう悲鳴のような叫びなんだ。ここハーテの家や、 あるもんもみんなあての銭で凍ったもんや、あんたのもんは何一つあれへん、造作もないこっちゃ出ていきなはれ、出なはれえな、出てかんかいな。社長の声はほとんど聞こえない、何か言ってることは言ってるらしいんだ。ぼそぼそ声はしているんだが何を言ってるかは聞こえなかった。サイ君は激烈なヒステリーを起こしたと見え、むしゃぶりついてひっかいたらしい物音がした。 悔しい。ああ、悔しい。文化的事業のなんぞのと人をはめやがって、あんな汚らしい雑誌がなんや、何がボロい儲けや、うまいこと抜かし腐って、はじめからあての貯金ちょろまかすきやったんやろ。出て行け。そしてあのぬすっと甘と寝腐れ。わいが悪いて、この通りやこらえてくれ。この通りや、今度は社長の声が聞こえてきたんだ。あの女とはもう会わん、こらえてくれ。 この通りや。俺は椅子から立って、足音を忍ばせて階段を降りた。すると階段の一番下の段に中井主筆が腰掛けていて、こっちへ振り返ってにやっと笑い、それから片手に小さな風呂敷包みを抱えたまま立ち上がって。社長が聞いたら帰ったと言ってくれ。小脇の方を見て行った。階段のすぐ脇のところに奥へ通ずる板敷きがある。 そこにはなちゃんという女中と喫茶部の女給の粗江子が立っていた。彼らもそこで二階の騒ぎを聞いていたものなんだろう、中井は俺の方へ。出よ、う、と言って、下駄を突っかけてさっさと外へ出て行った。痩せた肩の一方を突き上げ、古びた袴の裾を引きずるような格好で、さっと扉を開けた姿は今でも俺の目には比較的鮮やかに残っている。 主筆は俺をすぐ近くの居酒屋のような家へ連れ込んだ。彼は馴染みと見えて、まだ掃除もしてない時刻だったが、髪をつくねた色の黒い中年の女が出てきて酒の支度をしてくれた。君とは一遍ゆっくり飲もうと思っていたんだ。今日は一つ楽しくやろう。しかし社の方はいいんですか。ああいう特別演出のあった日は休みと決まってるのさ。 今日はあのちょびひげで一日中目動作のご機嫌を取り結ばなくちゃならない。我々がいては帰って邪魔になるんだよ。そこで俺たちは飲み出したのさ。主筆はコップで鮮やかにクックッと飲む。乱暴なんだが少しも乱暴のようには見えない。左手の肘を台について指先で頭を押さえ、右の肩を落として少し斜めに構えた姿勢なども風格的なんだ。 酔いが回り出すとあのギロリとした目が熱を帯びたようになって、いよいよただものでないという感じが強くなった。うん、そうか、文学をやるのか、よかろう。いや、そんな、文学なんていう、そんなその。照れるなよみっともない、文学なんてそんなに照れるほど大したもんじゃない、俺は魚屋をやる、俺は八百屋になる。同じこった、照れたり恥ずかしがったりする意味なんかちっともありやしない。 さあ、君の文学のために乾杯しよう。その家を出て45件ばかりはしごをしたもんだろう。俺はかなり酔っちまっていた、そしてだいぶメソメソやったらしい。何でも狭いごたごたした酒場でビールを飲んでいた時なんだが、俺は何かしきりと酒質に対して非難していた。非難というよりはまあおべっかみたか様なものさ。 中井さんほどの人がこんなところに埋もれている方はないどうしてあなたはこんな風に倒壊しているのであるか。まあそんなようなことをしかも熱情を込めた見たように並べ立てたんだ。すると主筆は少しばかり青くなってきた顔を上げ、唇の周りを手で引っこすりながら言った。君はいつから俺がということを見抜いていたんだ。あなたをですか。それは、見抜いたと言ったって。 俺が中井天聖だということをさ、いつから見抜いていたんだえ。し、俺は当惑に打たれた。わけがわからなかった。だって中井天聖などという名前が何を意味するか、全然まるっきり見当がつかなかったからだ。人間がこう勝に立ち回るということは一般的には美徳とは言えないんだろう。俺としても心構えとしてはそう思うんだが。 その時は俺は狡猾に立ち回った。それについては責任を回避しやしない。俺は恥ずかしいと思う。が、結果としては俺はひそかに一日一前であると今でも信じているんだ。僕は嬉しい。そうか、君は覚えていてくれたんだな。そうか、僕は嬉しい。僕もまだそれほどには忘れられてはいないんだな。中井主筆はこう言ってポロポロと。 本当にポロポロと涙をこぼした。そのいくつぶかがコップの中の飲みかけのビールの上へ落ち込むのを眺めながら、俺はますます途方に暮れ、さればこそますます狡猾を老さずにはいられなかったわけなんだった。その晩は西のバスへの方に歩いた宿というところの、ゴミゴミした裏長屋の中井天聖の家で泊まった。どこをどうしてそこまでたどり着いたものか。 願を覚ますと一つのヤグの中で彼と一緒に寝ていたわけさ。雨戸を閉めなかったので、障子の上のところに一尺ばかりの幅で日光が差している。ハエが一匹どういうつもりか、しきりにその日の当たっているところでコツンコツンと障子の髪にの髪壁へぶっつけて死にたいという言葉を思い出して、それを思い出したこととは別に関連もないんだが、ぐるっと部屋の中を眺め回しなどした。 一人暮らしの中年の男の投げやりな部屋という他には、今取り立てて君に話すような景色ではない。が、そのうちに壁際におつけてある机の上の安い瀬戸物のブックエンドに挟まって、10万45冊の薄っぺらな雑誌が並んでいるのを見つけた。それが、神戸屋は出ないことは確かだし、背中に印刷してある活字がどこかで見たことのあるような感じなので、 ちょっと手を伸ばして5冊ばかり取ってみたのさ。それは、新演劇、という一頃ちょっと知られた同人演劇雑誌で、俺も読んだことのあるものだったんだ。だがまだ何も気がつくわけはないさ、のんきなつもりで1冊の目次を開けて眺め、放り出して2冊目の目次を眺めた。するとそこに、一体誰がバカだ、という一幕ものの戯曲が載っているのを見つけたんだ。 俺は少しは寄ってきたらしい。このカストリは大丈夫なんだろうな。メチールの入ってるやつは臭くってこっちの精神さえ大丈夫なら本来が飲めた白物じゃないはずなんだってな。そうとすればこいつは大丈夫は大丈夫らしい。注いでくれ。それから45日は中井天聖はひしゃげたような顔をしていた。そうして例の一生瓶から酒を湯飲み茶碗へ注いで、 椅子の上にぐらを描いてねじり鉢巻きをして、ガリガリとペンの音をさせながら原稿を書いていた。それが、これは言いたくはないんだが、原稿と言っても実は恥ずかしくて顔の赤らむのを誰だって拒絶することができやしない。そうじゃないか。神戸屋はという使命そのものでわかってる花さ。親は子に隠し、子は親に隠さなくちゃ読みえない。 つまりちょびひげ社長が文化的ボロ儲けと見当をつけたところさ。しかしあのいやらしいヒステリー女房にまであんな汚らしい雑誌とののしられ、対してはボロいこともなさそうなんだが、実は、と言ってもこれも後で聞いたことだったが、社長はその雑誌をうまく利用して、高価でインチキな秘密文書を売るとか、または他人の肘を嗅ぎ出して原稿にし、それを種に金品を。 ああ俺はまたヘドをつきたくなってきた。中井天聖はバリバリガリガリと猛烈に原稿を書いた。あれから45日はそんな風で、俺には口も聞かないし顔を見るのも嫌だというような具合だった。あの晩俺とあんな風に感動したり、涙をこぼしたりしたことが恥ずかしかったものなんだろう。俺としてもかなりな程度には同じような心持ちだった。 それだもんでこっちもなるべく当たらず触らずという態度をとっていたことはいた。けれども気持ちとしては、何と言いようもないんだ。中井天聖、中井天聖。もちろん彼の才能にどれだけの価値があるかは知らない、そんなことは誰だってわかることじゃないんだ。原理も生きてるうちは文学の神様だなんて言われていた人間が、 死ぬ途端に先輩や仲のいい友達からまで悪口を言われたじゃないか。それだってその人間はその人間だったんだ。それだけは少しも変わりはないんだ。天聖だって一頃は中央の分断で作品を認められ、小さいながら劇団を主催したこともある。価値の遺憾は別として中井天聖は中井天聖であったんだ。それが君、それが、 そんな土地へめり込んで、薄暗いジメジメしたゴミためのような編集室の隅で、椅子の上にあぐらをかいて、ねじり鉢巻きで、茶碗酒を煽りながら、バリバリガリガリとペンの音をさせながら、そんなような思わず顔のあからむような原稿を書いているんだ。俺は泣きやしない、人をバカにするな、これはそんなメソメソ泣くようなそんな軽薄なもんじゃないんだ。福知総務はうつぶしになって、 机の上へ水たまりをこしらえながら眠っていたのさ。田口氏は三日に一度ぐらいずつ来て、何かかにかして、では中井さんを頼みしますと言って、片手に手かばんとステッキ、片手に黒いベルベットの帽子を持って、おっとりと一歩一歩を人柄に帰って行った。俺が何をしたかということは一言では言えない。ただ原稿を書くこと以外は、 なぜって幸い俺にはまだそんな様なものを書く手腕も見識もなかったから。それだけはしなかったがそれ以外のすべてのことをやったわけだろうさ。俺は印刷工場へも使いをした。その工場は阪急線の石屋川というところにあったんだが、そこへ行くと行くたびかしら近くの飯屋で昼飯を食べた。なんとも引用のない食べ物だった。 おまけに窓から向かう二六甲の山が見える。まるで真空のように空気が澄んでいるからなんだろう。山の白茶ちゃけた岩肌やところまだらな松林南ぞが目に痛いくらい鮮明に見えるには弱った。秋、というと突然見たようだが、そんな風な悟ったような長明な秋の山南ぞというものは、その時の俺の立場としては共鳴するわけにはいかなかったんだ。 俺は今だってそんな秋の山なんぞは見たくない。一つ、今夜いっぱい、やるか。ある日の帰りがけに、我慢を切らしたというような顔つきで中井天生がそう言った。子供が親に何かねだる時のような、こっちの顔色を伺うような、顔色だった。僕は今日は小遣いを持っていないんですが。何僕だって持ってやしないが、感情の効くところがあるから大丈夫さ。 その点は僕が、これさ。天性はこう言って右の手で胃袋のあたりを押してみせた。そしてあれ以来初めて二人はその晩一緒に飲んだんだが、その晩のことだけを切り離して紹介するわけにはいかない。ブルータスよ、恩にもか。こんな風な気取ったようなセリフを彼は言うてみせたものだったが、それだって一度きりのことではなし。 その後はほとんど毎晩のように繋がっては飲んだもんなんで。彼はいつかしら俺にも感情の利くいをこしらえてくれた。分断の大家だと言ったってなんだ。一体谷崎潤一郎が何者なんだ。笑わせるな。俺は日本の分断なんぞ相手にしているんじゃねえんだぞ。やけほも俺はこう見えても中井天聖だ。天聖はギラギラと熱っぽく目を光らせ。 右とか左とかどっちか側の肩を突き上げながらこう言うんだった。意気健康、腹痛不当、恋は喫立、多少めちゃくちゃな感じかもしれないが俺としても無関心ではいられなかったさ。俺は敗北した、それは認める、しかし、敗北にこそ真実のあるということを知っているものがあるか。言ってみろ、我々の文学精神は破滅を信ずるところに立脚しているんだ。 気をつけろ、俺が敗北したままじっとしていると思ったら大間違いだぞ。それから天聖はまたよく歌を歌った。傷田の冠を陀に被り、バッカスお前はファウンのお供。こういったようなわけの知れないものだの、わざと癒しい低級な流行家だの、その他各種の歌だった。そしてあんまりやかましくって周囲の客たちに悪いと思って、 俺がちょっと注意したりすると必ず機械な身振りをして、ブルータスよおんみもかといい気持ちそうに言うわけだった。こんなことを言うとこしらえたように思うかもしれないが、中井天聖の様子が次第に風格を帯びてきたと言っても俺は良心に恥じない。彼はめきめき彼らしくなっていった、熟すべきものが彼の内部において熟し始めたんだろう。彼は彼自身を取り戻したばかりでなく、 今や取り戻した彼自身の上へよじ登ろうとさえするように思われた。僕には学問はない、天聖はこう言って右手の指先で額をコツコツと叩き、く秘密なことを打ち明けるかのようににやっと笑いながら低い囁き声でこう言うのであった。が、この中には歌がなじっている。彼はしきりに文芸雑誌の創刊を目論み出した。 そろそろカムバックしても早すぎはしないと言った。彼には、その頭脳の中には、いくつかの大きな長編小説といく変化の戯曲の構想がすでに完結しているのであった。やろう、君。俺もライフワークを始める時期には時期なのさ、なすべきものを持っていてなさないのは罪悪だ。我らの旗を掲げよう。5 これらの間に俺は彼について多くのことを知った。中井天聖はジャーナリズムから消えて以来、浅草の何がし座で文芸部長をやったり、他の劇団のレパートリー顧問になったり、また喜劇一座と旅回りもしたものらしい。その頃に蔡君とは別れて、浅草の何太郎とかいう名義に恋され、その名義は彼のために見抜けとかいう冒険をあえてして結婚し、 旅回りなどにも一緒について回ったのであるが、現在、彼女は元の土地の浅草で、ある格式の高い町合茶屋の女中頭をしながら、彼の呼び寄せるのを待っているということだった。だが僕は彼女を呼び寄せる気はない。僕は今そんな安楽なことなんぞ考えちゃいないんだ。天性は俺に何度もそう格言した。僕の野心はそんなちっぽけなものじゃないさ。 この野心のためにお抱くと絶望と貧困を耐え忍んできたんだ。僕は人情的であるわけにはいかない。彼女は彼女として。僕は雑誌の代を人間芸術と決めようと思う。俺はひどく酔うとたびたび天聖の家へ泊まったもんだった。電車がなくなって、兵庫辺りから夜更けの道を歩いて行ったことも珍しくはなかった。 その途中に柳が途切れて空地続きになったところがある、右も左も荒れた草原で、いかにもバスエらしくやたらに紙くずだの空き缶だのの人海が汚らしく捨ててあるんだ。到底浮いた気持ちになれる景色じゃないんだが、そこへ持ってきてコスモスがずらっと咲いていた。横様にみんな倒れている、倒れたまま咲いているのや倒れたところから起き上がって咲いているのや、 実にしだらもない乱立たるありさまなんだが、こいつが道に沿ってどこまでも咲いているには降参した。こっちは酔いしびれて裏悲しくなって、だからこそつけ元気でやけくそな歌を歌ったり傲慢なことをわめたりしているんだ。それこそ破滅的な気分でいるところなんじゃないか、そこへ星明かりの暗がりからぼーっとほの白くコスモスの花が見えてくる。捨て散らしてある人海、神くず、 そしてほの白く浸透、どこまでも続いて咲いているコスモス。花には特別の罪はないのかもしれないが俺はこいつだけにはどうしたってシャッポを脱がずにはいられない。天性はだんだん深酔いをするようになっていった。俺の初めての月給、つまり10月分の月給は一枚の計算書だった。袋の中には他に何も入ってはいなかった。 そうしてその計算書の一番下には赤い地で束縛の金額が書いてあったものさ。これを要するに飲み屋と弁当屋が感情をとっていったんだが、その結果として赤い数字だけ俺の月給からはみ出たというわけなんだ。俺としては失望でもあり不満なような気持ちだったが、よく世間で言う赤字何々というのはこのことなんだと知って、少しは教訓も得たような感じだったと思う。 天生はその点もっと状態がいけなかったらしい。会計、と言っても社長の細君なんだが、はのみやその他の彼の感情をみんな拒絶した。つまるところ天生にはそれらの感情を支払うべきあまり分がないばかりか、さらに多額の前尺があって、会計としてはもはやそれらに対する責任が負えないと言うんだった。自然のみやその他の感情取りは編集室へやってきた。 そこでそういう際に多くの人々がする通り、彼もまたいつかばかり和社を休んで姿を見せなかった。俺はどうしたってもう一度は社長とその細君のことを言わずにはいられない。あの特別演出のあった日から半月くらいは静音な時が経過したろう。俺は正金であることだけは守ったから依然として8時半には出社したが、 しばしば社長室からあの急な小姉の漏れるのを聞いた。俺はまだ俺の年齢としては無知であったが、それでもその小姉ないし音声が彼ら夫妻の平和状態を示すのだということだけは察しがつくようになっていた。言ってみれば、社長はそのちょびひげと秘密文書によるうんちくをもっぱら細君に提供したものだろう。が、社長には社長でまたそこに計画があったものさ。 これもまた後から分かったことなんだが、彼は次期の司会議員選挙に打って出るという野心を持ち始めていた。それでこれに要する事前運動のための軍資金を、その貧しよく告白な細君から引き出そうと図ったわけらしい。それについては彼は自分のちょびひげと秘密なうんちくとに莫大な自信を持っていた、ことにその細君の思考に関しては隅の隅まで熟知していたから、 その効果にはかなりな程度まで安心していた風だった。人間がいつも自分自身によって欺かれ自分自身によって失策するということは悲しいことだと思う。社長は自分の技量をいささかも疑わなかった、そこには確信さえ持っていた。にもかかわらずしくじった。かの貪欲なヒステリー女は社長の奉仕を占有することには少しも躊躇しなかったが、 彼の申し出に対しては頭からせせら笑い、彼の鼻の前でピシャリと戸を閉めた。アホらしい、あてが金持ってるとでも思って短海な、冗談やあれへん、集金が安状集まらな今月はやってゆかれしまえんで、アホらしい、しっかりしとくなはれ。こう宣告するのを俺はこの耳で聞いたんだが、その葛飾のないせせら笑いには参った。俺には何も直接の関係はないんだが、 それでもなんとなく世の中が鳴らし平べったくなるような、頼り薄い寂しさを感じずにはいられなかったものだった。11月になってからだったが、社長は売れ残って返されてきた雑誌を社会事業のためにと言って市長のその部へ寄付した。これは直期市議選挙に対する予備工作の一つだったんだろう。せいぜい三全部ばかりのフル雑誌だったが、これをサ君との一悶着を恐れて、 彼女には知らせずに寄付したものさ。俺は社長から特に頼まれて取り次ぎ店の倉庫から視聴者までの運搬の手伝いをした。なあ君、奥さんには内緒やで。社長はその時俺を外へ連れ出して、多分籠絡するつもりだったんだろう。近くの横丁にある屋台のコーヒー店でコーヒーを2杯おごってくれた。君もさらりが少のうてすまんけど、 まあもうちっとのま辛抱していや、ワイもいつまでこんな役体もないことしていやへん、いずれ近いうちに。まあそれは言わん、今はまだ言わんけどやね、君の将来ハワイが承知したるね、今にきっと君にも一花咲かしたるよって。だがそこでもまた社長は足を救われた。市の方では寄付を受けたものの雑誌の内容には注意しなかったらしい、古雑誌ならまあ、 養老院とか孤児院とかいった関係へ配ればいいくらいの感じだったらしいんだ。ところが受け取った現物を見て老狽したさ、親は子に隠しもは親に隠さなくては読めない雑誌なんだ。市当局という立場としては到底関係方面へ配れるわけのもんじゃない。色い々ろいろ会議があったものか、それともそんなものなしだったか想像外のことだが、一週間ばかりすると社へ小遣いが来て、 そのような雑誌の寄付は受け付けるわけにいかない胸を述べ、なお即刻こちらへ引き取りるようにと言って帰った。その時社長が留守だったんで彩君が要件を聞いたということは現実の悲哀じゃないか。そして直ちに、正確に言うとその翌朝、俺が社へ出た時すでに。追い注いでくれ。俺が階段を登って編集室へ入った時、社長室では彩君ののののしり声が聞こえていた。 それはあの灰色の唇がめくれ上がり、むき出しになった上と下の歯がガチガチとなる行僧を目の前に見るような声であった。俺はぞっとそうけだった。これは特別演出に属するだろうかどうか、もしそうなら退散すべきなんだがと、椅子に片手をかけたまま迷っていると。いや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 出ていけ。こういう叫びに続いてドタンバタンピシャピシャという物音が起こった。 俺はいくらか微笑ましたかもしれない、かなりの痛快な気分を感じたことは白状してもいい。ちょびひげ社長と言っても男は男であるんだ、そこはやっぱり女とは違うんだ。こう思っていたんだが、そう思う間もなく襖を開けて社長が飛び出してきた、額とほほペタにひっかき傷がいく筋もでき、そこから血が出ているのを俺は見た。彼は寝巻きの帯広裸で、 廊下へ飛び出すなりその廊下へ座って両手をついた。悪かった、堪忍して、この通りや。こう言って彼はその頭をむやみに上げ下げした。その運動の速さと回数については誇張と思われる危険があるから言うのはよそう。しかし細君吐きハキと叫び、社長に飛びかかり、髪を引きむしり、頭や頬ほペタをピシャピシャ平手で殴り、そしてつんざくような声で叫び立てた。 あての金戻せ、ドアホ、盗とう、ええ、悔やし、あんな小遣いなんぞに恥かかされて、何が高級的や、金戻して出ていけ、盗とう、ええ、どうしたろ。すまん堪忍して、Y が悪かった、これから安城するよってな、これや。俺は無然と浮かない気分になった。多少は痛快だなどと思った尊敬を自分で笑い、彼らの脇をすり抜けるようにして階段を降りた。 そこにはいつかのように中井天聖がおり、女中の花ちゃんと喫茶部の添え子が立っていた。出ましょう中井さん、また特別演出ですよ。俺はこう言って自分の醜いざまを立ち聞きされたものかなんぞのように、靴を突っかけざま外へと逃げ出したものだ。六、もちろんその日は車を休んで飲んだ。天聖はどうにか都合をつけたと見えて、どこの飲み屋でも断られるようなことはなく、 ある程度までは従前通り飲ませてくれた。あのちょびひげを笑ってはいかんぜ、彼は君彼であって彼だけのものはあるんだ。天聖はその夜しきりに社長を弁護した。人間があそこまで裸になるということは廃、はい、快的心境ではないんだ。君は廊下に兵つくばった彼の姿から目を背けたが、 あの姿に人間全体の現在を感じることができなければ到底文学をやる資格なんぞありやしないぜ。ああ男は悲しい、男は救われることがない。転生はこうも言ったさ。ちょびヒゲは初めにあの記事を垂らし込んだ、彼はあの記事をガンジガラメにし、絞れるだけ絞った、彼自身そう思ったし、周りの者も,もそう認めた、ところが全く逆だったんだ。 ガンジカラミに縛られたのは彼自身なんだ。絞るだけ絞られているのも彼自身なんだ。あの貴女の貯金帳は今元の戸米以上にもなってる。おまけに、あいつは近いうちは泣く前酒場を出すそうだが、それを知っているのは今のところこの天聖一人だろう。社長は何にも知らない。彼は今すっからかんだ。不動産や貯金は元より指名登録まであの女のなぎになってる。 向かれたのは彼の方さ。彼の方がちょろまかされたんだ。あの下船な狐面らの女悪魔めだが君、なあ君。天性は両手で俺の肩へもたれかかった。これはあのちょびひげだけじゃないんだぜ。多かれ少なかれ男はみんな同じなんだ。昔も、今も、これからもさ。男はみんな女どもによって半歳にあげられる子羊なんだぜ。 俺は空腹の時見たように下腹からすっと力が抜けていくのを感じたと思う。やるせないじゃないか、君。なんというからくりだ、もしこの世がそんなに手の込んだものだとするなら、いっそ海へでも飛び込んだ方がいいようにも思われる。俺はげっそりした。けれどもそれで酔いが覚めるというほどご体操なわけでもなかったんだが、俺たちはまた毎晩のように繋がって飲み出した。 知れたことさ。嫌そうばかりでもない、転生は倍くらい元気になった、金もなかなか持っているらしい。感情で飲めるところは感情で飲んだが、これまで入ったことのないてっちり屋だの関東抱きなどの赤い大上鎮のぶら下がった家などへも入り、そこでは金を出してちゃんと支払いをした。俺はいぶかしいというよりも心配になってきた。だってそんなはずがあろうようには思えない。 どうかするとこれには不愉快な結果が伴うことになるかもしれない。俺は言ってみた。こんな具合にやっていて大丈夫ですか中井さん、あんまりなにしてまた。B. サイレンス、君はまだそんなちっぽけなことを心配しているのか、君には中井天生がそのくらいにしきゃ見えないのか。その小賢しい口を閉めろ、そして飲みたまえ、僕は僕の野心のいかなるものかを知っている。 計画も見通しもついている。君は君を信じなければいかん。飲みたまえ。彼は分断の流行作家をひとなめに長老する。劇団の大家には哀れみの霊障を浴びせる。歌について、またがについて彫刻について、ありとある日本の芸術分野にわたって容赦のない絶当を浴びせる。学をあげたまえ、君。 目には見えないが我々の頭には月桂樹の冠がまかさっているんだ。彼ら何者ぞ、我らの時代が近づきつつあるじゃないか、それはもうそこにあるじゃないか、ええ。こう手を伸ばせばそれは我らのものだ、旗を掲げよう。彼は俺を一度は福原の議論へも連れて行ったくらいなんだ。そして彼はいくらか超えた、 したがってギロリとしたところが地ならしをされて少しはだらしなくなったようだったが、俺とすれば頼もしいようにも感じたのは仕方がないさ。中井天生は昼間は原稿を書いた。そして、社長は今度も細君とうまくは僕したらしかった。夕方になると俺たちは飲み回った。元町あたりから西の方角へはしごをやって兵庫あたりで切り上げるんだが、 これは万一の場合、板宿まで歩いて帰るのに備えたわけなんだった。ノウメのメ、ノウメのメ世界のマールォード、ああ愉快だ、君握手をしよう。我々は生きるんだ、いいか、生きるんだ、生きるんだぞ君、さあ進軍だ。天聖は情熱に燃えたわけなんだ。薄汚い小さな酒場の隅で、土間を下駄で踏みにじり、おしろいのはげたようなブクブクに太った女給の首を抱き、 不意に何は節でオセローのセリフをおめき出し、ぐいぐいとビールを喉へ流し込んだ。諸君、脱帽した前、ここに僕がいる、僕が中井天聖だ。そして女給の頬ペタへ吸い付き椅子ごとぶっ倒れてヘドをついた。冷静に見れば、多少は強ざめでなくはない、俺にしたってそこまでは断言しない。が、ともかくも天聖は燃えていたんだ。 何を言うか、それが筐体だと言って誰に笑う権利があるか、人間が純粋になればなるだけ、俗人どもには滑稽に見えるだろう。それが何だ、天性は燃えていたんだぞ。名声や利欲のためじゃない、何のためというわけじゃない。彼は芸術への情熱に全身を念やらかしていたんだ。何を言うか、さあいえ、一体君たちに彼以上の何があるか。 人間には平和や家庭や健康で優秀な祭子や、きちんともらえる月給の他にも大切なものがあるんだ。そのために身を削るほど苦しんでいるものだっているんだぞ。馬鹿にするな。11月の月給日のことだった。神戸という土地はマヤさんおろしとか言って冬の初めから臨寒な風が吹く。俺が厄介になっていた大村さんの家は妻の利休山の下で、 南向きの日当たりのいい環境だから暖かいが、市内では11月末となると朝晩の寒さには誰しも叶わないと言った。月給日のことだった。これだけは言わずには折れないんだが、俺は社長からあっさり首だと宣告されて、ある程度まで失望と驚きに打たれずには折れなかった。君にも不満はあるか知らんけど、こっちゃにも言いたいことはあるねんけど、Y はよう言わんとくさかい。 君もおとなしく引き取っとくなはれ。おかしいですね。それはどういう意味ですか。俺とすればかなり首にはなりたくない気持ちだった。社長は何か誤解しているらしい口ぶりだもんだから、誤解が解けて首が繋がるものならと考えたわけなんだ。だが、ちょびひげはついと月給袋を突き出し、一種の中途半端な表情でニヤニヤ笑った。もうええわいや。 もう何も言うことあれへん。だが口は災いの元ちことがあるよってな、これからは気ぃつけなはれや。まるで不正乗車をして連れて来られた乗客に対するどこかの私鉄の駅長を見たような口ぶりであった。彼は初めから終わりまで俺を見ようとしなかった。焦げ茶色のようでもあり青黒いようでもある痩せた顔や思わせぶりなちょびひげも、 ちっぽけなちょこまかした体つきも何もかも急にいやらしく狡猾に見え、俺は首になった落胆もあろうが、むかむか腹が立って乱暴なことを言うかするかしたくなってきた。コーヒーぐらいおごったって大きな顔をするな、そんなぐらいの気持ちじゃなかったんだ。が、俺は彼を軽蔑すべき人間であると自分をなだめて、割としては平静に編集室へ引き上げた。 俺が俺の所有物を片付け終わった時、廊下をこっちへ来る人の足音がした。すると社長が中井藩と呼び止めた、つまり中井転生なんだった。多分月給をもらうんだろう。俺は椅子にかけて、いくらか悲観めいた気分になりながら待っていたんだが、とにかく転生には訳を話さなければならないと思った。彼はなかなか来なかった。 低い声でしきりに何かボソボソ言っているらしいんだ。なかなか積みやしないさ。俺は廊下のところまで立って行ってみた。中井天聖は社長の前にかしこまっていた。両手を膝へついて頭を垂れていた。そしてその頭を下方へ下げてはお辞儀をし、またお辞儀をしては根徳な調子で言っていた。月給だって減らしてもいいんです。 酒を接することは断じて約束します。なんだったら禁酒しようかと思っていました。実際これでは自分ながら愛想がつきますから。そらあんたの好きにしなはれ、こっちゃ範囲でもらいさえしたら酒を飲もうと飲むまいと知ったこっちゃあれへん。ああなんと、転生も首になったんだ。僕は雑誌を今の倍くらい売れるプランを持っているんですが、僕はもっと書きます。 雑誌一冊全部僕が書いてもいいんです。今面白い記事があるんで、こいつはあっと読者に受けること間違いなしですが。社長、お願いです。お願いします。どうかもう少し面倒を見てやってください。お願いします。ああ、痛ましい俺は胸が潰れる。転生はその頭を下方へ下げてお辞儀をしているじゃないか。雑誌を一冊分全部一人で書くとまで壮烈な気持ちになってるじゃないか。 俺は何者かに対して怒りたく思った。七、もうやめときなはれ、干して今日のうち引き取りってもらわなあきまへんで。待ってください社長、もう一言、僕はこれまでぼやっかいになった恩義からしても、このままお別れするには忍びない気持ちです。まだお恩返しもしてはいませんですし、社長、お願いします。この通り。それ以上俺としては眺めているわけにはいかなかった。 俺はそっちへ行った。そして中井さん行きましょうと言いながら彼の腕を掴んで立たせようとした。すると社長はニヤニヤと笑いながらこう言った。霊が少のうてお気の毒やな。その言葉と一種のニヤニヤ笑いとが俺をけしかけたんだ。俺は自分でもびっくりしたんだが、カッとのぼせたみたようになって。霊はこっちからくれてやる。 こう言ってちょびひげのほほぺたを嫌というほど張り倒してやった。俺としては今でも悪くないセリフだったと思うがどうだろうか。そういう場合尋常なことではなかなか思うようなセリフは出ないものさ。しかし、すると転生が跳ね起きた。俺の張り倒す音が今度は彼をそそのかしかけたんだろう。いきなり社長に飛びかかり、押し倒して馬乗りになった。この野郎。 なんだ、なんだ、この野郎。どもりどもりこうおめきながら、彼は上からむやみに社長の胸をこづいた。興奮しすぎてしまって気の利いたようなバリも出ず、殴りつけるという考えもおかばないのらしい。ところで、そこへ。あの貪欲と無知と告白の塊であるヒステリー女のサイ君が、引きつったような灰イい顔で飛んできた。知れたこと、 唇がめくれ上がって歯がむき出しになっていた。彼女は天性の背中へひいとかじりついた。何さらす、このばらけ爪メ、ぬすとう。彼女はかなきり声で叫び立てたさ。誰ぞきてぇ、ぬすとうやぬすとうや、誰ぞきて巡査呼んで俺は彼女を突き飛ばした。これはうかうかしていては損害になるように思えたんだ。 俺はヒステリー女のサイを突き飛ばし、天生を社長からむしり取った、サイがまた立ってきたからまた突き飛ばした。社長をも突き飛ばしたかもしれない。俺としては大活躍なんだ。それから俺は畳の上にあった天生の月給袋を拾い、天生を引きずるようにして、まあその他いろしたさ。そうして俺は靴を持ち天生は下駄を持って外へ飛び出したんだが、 あのいやらしい細君のヌストウヤヌストウヤという喚めき声が、いつまでもうろから追っかけてくるような気分には弱らされた。俺たちは汽車道まで走り同士に走った。それから誰も追っかけてくる人間のないことを確かめてひとまずそこの道端にある材木のようなものに腰を下ろした。二人としては顔を見合わせたんだが、天聖ははあはあ息を切りながら。はあ、はあ、君。 やったなあこういったもんだった。やりましたね。やったなあ君、やったなあそれから彼はケラケラ笑い出した。俺も笑いはしたようだが、彼は笑いが止まらないくらいで、しまいにはげんこつで腹を押さえ、涙をぽろぽろこぼしたくらい笑った。そうしてやがて落ち着くと、手の甲で涙を拭きながら真面目な口ぶりになって言い出した。結局はこの方がいいんだよ。 君、人間は踏ん切りをつける時が大切だ。踏ん切るんだよ、君。あんな汚らわしい腐った空気の中にいてはこっちまで堕落してしまう。この方がよかったんだ。むしろ祝うべきなんだ。天性はそこでちょっと目をすぼめたが、やにわに立ち上がって拳を前方へ出しながら叫んだ。飲もう、君。こんな汚らしい金は一銭も残らず使い捨ててやるんだ。飲みましょう。 中井さんの新しい出発を祝いましょう。俺たちは飲み回った。と言ったところで俺の月給はいろいろな感情を差し引かれているから大してはない、天性の木段のごとしというくらいだったんだろうさ。だから初めのうちはできるだけ感情で飲んだもんだが、それでも単なる焼け飲みというだけではなかった、用に従ってそこは精神は高揚した。兵庫の安楽。 という小さな酒場を追い出されたのが最後だった。午前2時に近いような時間だったと思うが、思う存分に飲んだわけさ。俺たちは星明かりの暗い道を歩いていた。時々歌も歌った。天性はよろけてばかりいた。二度ばかりヘドをついたように思う。俺は彼を抱くようにして、彼と一緒によろけよろけ歩いた。 恐ろしく寒い風が後ろから吹きつけてきた。電線がヒューヒュー鳴り、アスファルトの道の上を紙くずが転げてきて、そうして俺たちを追い越して、向こうの方まで転げていったりした。八君ちょっと、ちょっと休ませてくれ。天生はこう言って、もうやが間近になったところで立ち止まり、道の脇の枯れ草の上へ腰を下ろしてしまった。もうすぐですよ中井さん。 そこがもう四つ角ですよ。いやダメだ、帰れない、天性はぐらっと頭を垂れてうめえた。僕が追ってってあげましょう。こんなところで何していては風邪をひきますから、ねえ中井さん立ってください。君は構わず言ってくれたまえ、僕は帰れないんだ、家へは帰れないんだよ、君。どうしてです、なぜ帰れないんですか。女房が来ているはずなんだよ。 奥さんがですって。そうなんだ、あれが来ているはずなんだよ。俺は天性が酔っ払って上事を言っているのかとも思った。だが彼はグッぐッっっと喉で妙な音をさせ、どうやら泣き出したような具合だった。社長のやつ、僕に今月から月給を2割増してくれると言ったんだ。あいつのために秘密出版の原稿も書いたし。 その金はもらって飲んだけれども、僕は信用したんだ。それだけあれば生活ができるどうやら夫婦で食うくらいは食って行ける。それで女房を呼んだわけなんだ。しきりに風が渡り、すると波の寄せるように、枯れ草が遠くの方からさあさーとこっちへ鳴り騒いできて、二人の周りを向かうの暗がりへと鳴り騒いでいった。女房には随分苦労や心配をさせてきた。 今度こそ2人で所帯を持ち、いくらか楽をさせてやれる。そう思って手紙を出した、女房は喜んだ手紙をくれた、そして今月いっぱいで暇を取ることにして、布団や何かは2、3日前に着いたんだが、今朝あれから電報があって、今夜の9時に神戸へ着くと言ってきたんだよ。それじゃあ僕たちが飲んでいた自分。そうなんだ。 僕たちが飲んでいた自分あれは神戸へ着いたんだ。誰も迎えに出て癒しない、一人ぽっちで、初めての土地なんだ。あれは自分で荷物を持って、ところ番地を頼りに、こんな寒い夜道を。彼はまた喉をぐっとなじらせた。それからしばらく頭をぐらぐらさせ、手を振り回し、苦しそうに身をもんだ。君はさっき僕が社長の前にへいつくはって、 くどくど哀れみ起こっているのを見たろう、そして多分軽蔑したことだろう。しかし俺は、もし社長がそうしろと言えば、犬のようにちんちんでもおまわりでも何でもしたと思う。俺は首になりたくはなかった、何としても勤めていたかったんだよ。何を言うことができよう、俺は無然としたような感じで、多少当枠もした感じで万全と腕組みをしていた。 僕は君に対しても恥ずかしい、霊感が出てならない。芸術だとか野心だとか、人の作品を罵倒し、人をあざけり、笑い飛ばし、我らの時代だの旗を掲げようだの。嘘っぱちだ、僕自身がよく知っている、何もかもデタラメの嘘っぱちだ、僕は僕の才能によって落ちるところへ落ちてきたのさ。許してくれた前君。 僕はいつも恥じていたんだ。僕はこれだけの人間なんだよ。俺としては慰めようがないわけなんだ。けれどもそれ以上は聞いているには耐えられないさ。俺は彼を抱き起こした。まあともかくもというより他に格別の思案もなかったもんだろう。俺は彼を彼の家のある路地口まで送っていった。そして路地の中を覗いてみないわけにはいかなかったんだが、 言ってみれば嫌な気持ちなんだが、そうすると真っ暗になった長屋のある一軒だけ、障子に明るく伝統の光の差している窓が見えた。俺にはそこから見えるような具合なんだ、裸伝統の下に一人の中年の女が座っている、側に何かの風呂敷包みかなんか置いて、疲れたような顔をして、じっと座っている一人の女の姿がさ。君はこれを機会に東京へ帰ってくれたまえ。 そして、しっかりやってくれた前。天生は別れるとき俺の手をぐっと握った。決して屋敷についたり投げた気持ちになっちゃいけない。どっちにしたって人生は苦しいもんだ。苦しむんなら自分の本物で苦しむべきなんだよ。じゃあさよなら、さよなら、頼むから僕のことは忘れてくれた前。そして俺は天生と別れたわけさ。 中井天聖が死んだことは一週間ばかり前分かった。あのお人柄な田口志郎氏から手紙で知らせてきてくれたんだが。なんだ、もうカストリもおしまいか、知恵。俺としては周五郎のごちに何ぞなる気持ちはないんだ。人生はどっちにしても苦しい、苦しむなら自分の本物で。天聖としてはキザな教訓みたいなことを言っちまったものさ。 ところで18枚くらいのライトモチーブの娯楽性のある小説の種はないかね。女房のお産坊さんなんだが、それはそれとして、まあそれもあるが。知恵、もう酒もなしか。そこ本、山本周五郎全集第22巻ちぎり絹、落ち葉行き、新庁舎。1983、昭和58、年4月25日発行。初出、暗楽。 不ク者。1949、昭和24、年8月。入力、特定非営利活動法人春風。厚生、北川松尾。2020年2月21日作成。青空文庫作成ファイル。このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫。 h t t p s w w w a o z o r a g r j p で作られました。入力、構成、制作に当たったのは、ボランティアの皆さんです。